はい、皆さんこんにちは、モロトフです。今回プレイするのはシフィアスプロトコルというゲームになります。こちらはね、タワーディフェンス系のチームスクワットゾンビサバイバルですね。非常にね、面白そうなんですよ。複数のチームを操って自分たちの拠点を築き、迫り来るゾンビから基地を守りつつ逆にね、自分たちも攻め込むといったね、ゲームですね。非常に面白いストラテジーゲームだと思います。早速やっていきましょう。ニューゲームです。はい、ということで始まりましたね。まずはじめは4人いるみたいですね。これは誰だろう？アサルトかな？そしてこれもアサルトっぽいね。あとこれはエンジニアっぽい。なんかね、いろいろね、ビルディングができる感じですかね。うん、とはいえ全員武器を持っているということですね。ヘリから降り立ったということでしょうか。どこかの基地なのかな？ね。で、左下がね、ミニマップなんだけど、我々いる場所はね、ここね。で、赤いね、印があるのは、ゾンビで汚染された地域だということですね。例えば、向こうの方にあるみたい。全然ね、視野が通らないんでわからないんだけども、ここはね、温度、このサーマルビジョンを見るとわかるんだよね。ほら、ここに、あ、いるね。ゾンビっぽいのがいる。向こうにゾンビのなんか巣なのかな？そういったのもあるね。うん。我々も当然体温があるので、こうやってね、赤く表示されるといったことですね。まあ、彼らがここにね、攻めてくる可能性があるんで、ひとまず我々のね、拠点を固めようということですね。とはいえ、ここはめちゃくちゃ無防備ですね。うん。ここなんか破られてるから、速攻来られたらやばいよね。さっきいたよね。あ、増えてる。あれ？着実に増えてる気がする。怖い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 。じゃあ早速やろうか。エンジニアの出番ですね。で、まずは我々のメイン拠点、これを作りましょう。そうだな。こんな感じで作ろうかな。で、この3人は外で見張っとこう。ここで万が一誰かが来た時に撃ち殺すと。誰かっていうのはゾンビだよね。うん。さあ行きますよ。結構ね、軍隊にね、緻密な命令出せるんだよね。細かい。あとは、軍隊も、こう、アルファ、ブラボー、何？これ Y？ よくわかんないけど、4体ぐらい持てるみたいですね。うん。まずは、アルファチームしかいないよと。で、ヘリコプターが来て、指示通りね、この拠点を作りました。これによって、新たなエンジニアを作り出すことができるというので、アルファチームに入れましたと。お金がね、マイナスになったと思うんだけど、私たちの所持金が今ね、$14,000ですね。この中でやりくりしないといけないよということですね。では、引き続き、そうだな、バラックでも作るか。バラックはさらにね、増やすんですね、兵隊を。それができると思いますね。よいしょと、こんな感じでいいかな。はいと。あとはどうなんだろう？何が必要なんだろう？電力とか大丈夫かな？ね。電力？一人余っているから、そうだな。ライト、スポットライト置こうか。来る場合に備えて。こういう感じで置きましょうか。で、合わせて多分ジェネレーターが必要だって言われるんで、ジェネレーターもギリギリのここらに置いとこうかな。よいしょ。はいはいはい。これで、こっち、こいつ行けばね、いけるよね。そうか、ここもジェネレーターが必要なのか。いろいろ必要だ。じゃあここに一個ポツンと置くかね。よいしょと。はい、置きました。そしてこちら完成ですね。これで明かりが出ているのか。明るすぎてわかんないけど。まあ出てるんでしょうね。そして二人でこれを作って、あとはここから、アサルトか科学者だね。うん、うん、うん。アサルトを、そうだな。ベータチームに、三人ぐらい置いて、科学者を一人置くか。ね。よし。これでベータチームですね。じゃあ、早速、そうだな。怖いんだけど、3人でこっち行ってもらおうか。多分ね、ここをね、ゲットすると、さらにお金がもらえると思うんだよね。ちょっと怖いね。ちょっと怖いですね、これは。あとは、科学者前に置いとくって不安だから、科学者はちょっと後ろに置いとこうか。ね。うん。で、これは、3人だよね。そうだよね。これは3人だよね。そうだよね。慎重に行ってもらいましょう。そして、たまにこれを見て。
一応安全そうなんだよな。だからこっちのここの拠点をクリアリングすると。で、まだお金があるからひょっとしたら、この科学者で、そうだな、何ができる？壁が作れるわ。壁作ろうか。ね、壁作った方がいいっぽい。こうして、どんぐらい作れるの？大きさが指定されてんだ。そうか、そうか、そうか。そういうことね。ここが空いてるんだよな。ここが空いてんのが嫌だなと思ってて。この建物を境に、こういう感じで作ろうか。おいしょっと。うまくないけどね。で、さらに、ここでこういう感じで覆っちゃいましょう。ね。これでこっからは来れないでしょう。で、気になるのは向こうですね。やったやったやった。これでお金が少し増えたでしょうね。よしよしよし。周辺見てみよう。わー、いるようだな、いるようだな。ちょっと怖いな。向こうには行きたくないけど、大丈夫か？いろいろ大丈夫か？なんかアラームっぽいのが鳴ってたけど。もうちょっと向こう側行ってみる？勇気出して。クリアリングする場所があるのかな？なんかなさそうな気もすんな。こっちはどうだろう。あまりね、無計画に動いてもしょうがないんだけど。ちょっと怖いね。とはいえ、行ってみて攻めないといけない状況かもしれないし。そうだな。こいつ倒そう。こいつ。なんかいるもんね。ブラボーで、ここまで行こうか。そしたらいる？あれ？どこにいる？ここにいるな。ブラボー、ここ。ブラボー、ここ行こう。よし、行くぞ、行くぞ。ブラボーが行きまーす。大丈夫かな？そうか、こっちにあるんだ。これも抑えればいいんだ。じゃあ、アルファチーム、一回、こっち戻ろう。一回、ここに戻ろう。ね。ブラボーと合流しよう。いや、合流はまずいな。こっち戻ろう。ね。で、ブラボー行く。さあ、どうだ？どこにいる？ここにいるな。多分、一体ここにいるっぽい。行けないのか？ここから行けるぞ。さあ、行ける行ける？いるよね。ここだ。見えないけど。いた！いた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 ！よし、つけろやっつけろ。一体ぐらいだったらいける。あ、強い！強い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 ！危ない！危ない！危なかった。ちょっと、なに？ちょっとじゃあここに待機待機。ちょっと強いですね。そうこうしている間に、ここがね、壁で囲われましたということで、引き続き壁を作ろうか。面白いでしょ、このゲーム。ね。じわ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 。よいしょっと。ここでね、いい感じに壁を作ります。よいしょ。扉が作れればいいんだけどな。で、現時点ここでね、出れちゃってるところがちょっと問題だよね。で、あとは、来たね。よしよしよし。来た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 。じゃあ、ここで、依然ちょっと守ってもらって、もう一人どこにいるんだろう。もう一人は、あれだな。この爆弾を置いといてもらうってどうかな。よしと。ね。爆弾設置班。よし。あと、ここかな。やってもらいましょう。そしたらば、三人でいいのかな。ここ行こう。三人でここ行こう。よし。頑張れ頑張れ。ここなんとか占拠しろ。ね。で、応援チームをひょっとしたらもうちょっと作った方がいいかもしれないね。さあ、明かりがちゃんとつきましたよと。ここ爆弾はまだ作られてないね。どこ行ったんだろうね。ここに一人。二人ここだから、暇してるね。暇してるから、ここ来てください。これやってください。よし。さあ、じわじわ行ってますよ。ゆっくりゆっくり。走るモードもあるんだけどね。こうやって、例えば、こうかな。こうすると走る。ね。だけど、ちょっとゆっくり行ってもらおう。ここも作られたでしょ？あと、ここでしょ？ここもやってもらう？
なんか扉が、なんか扉がね、やってほしいんだけどね。おー、こういうバリケードなんかも作れるんだ。これは誰でも作れるんだ。面白いね。じゃあ、引き続き、ここにもう一個マインをね、やろうかな。はいっと。二人で。よしと。はい、取ったね。よしよし、取りました。なんとか取った。さあ、ゾンビで増えてきた気がしますね。ちょっと今回試しに行ってみようか。どんぐらいのゾンビがいるのか、試してみましょう。拠点はそうそう崩れないんじゃないかな。もうちょっとこの拠点、あれしてもいいかも。ライトをつけてもいいかもしれないね。暗いから。こちら辺とか。ここにライトをこうつけて、もう一個ライトをこうつけて、で、合わせてこれが絶対必要になってきて、ね、これも必要だから、設置してと、こういう感じかな。で、こいつらをちょっと見守るということですね。お金も順調に溜まってるから、いいんだと思うんだよね。走ってみようか。よいしょよいしょよいしょ。そろそろいるんじゃないか。おお、ここにあるぞ。ちょっと待って待って待って。こっちだ。こっち。これはやばいんじゃないか？わちゃわちゃ出てきそうだよね。怖い。いや、うわ、いた。いけ。もう一人どこ行った？あれ？二人？あ、三人いる？うわー、ダメだ。強いね。うわー、アサルトダメだ。ほら、こんな感じ。バッタバッタやられるね。弾がこう、あ、そうでもないかな？一人、あ、でも弾をこう、変えるときにやられるね。うわ。これは計画的にいかないと、やばそうだぞ。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね？続きが見たいっていう方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。それでは。